こんにちは、土岡です。今4月の24日なんですけれども、ミャンマーに来てます。4月はですね、ミャンマーでちょうど夏になりまして、非常に暑いです。日中はだいたい40度近くなる形で、日向にいて10分以上こう外を歩いてますと、本当にもうそれだけでも1日疲れちゃうみたいな、そんな感じです。で、今日はですね、ちょっと化粧の違う飲食店の話をしたいなと思います。っていうのは、前もお話ししたんですけど、私 の、 ルームメイト米倉さんっていう方がいるんですけど、日本人の彼が今屋台をやってまして、今3店舗やってます。で、まあいろいろ売り上げとか聞いてるんで、その話をしたいっていうことと、あとうちのスタッフの張君っていうのが、まあ、ちょっともうじきちょっと理由があって辞めちゃうんですけど、彼がここ、彼のガールフレンド、まあ、厳密には彼のガールフレンドが最近同じような屋台を始めて、それのそこでちょっとお話いろいろ今日見せてもらったりしたので、そのお話をしますと。で、一般的なレストランビジネス、いわゆるお店を借りるやり方っていうのはあるんですけど、それは私は非常に難しいかなと思ってます。っていうのは、人件費はすごい安いんだけど、家賃が高いんですね、日本と同じぐらい。なので今すごい日本食、日本ジャパニーズレストランがすごく増えてるんだけど、実際多分儲かってるとこはほとんどないのかなと思ってます。で、屋台の話に戻して、屋台はミャンマーいっぱいあります。で、結構安いんですね。前も映像で見せたんですけど、焼き鳥じゃないんだけど、なんでしょう、つくねみたい、魚のすり身みたいなやつを串に刺したやつが、確か1本100チャットなので10円ですね。100チャットとか150チャット、10円とか15円みたいですね。なので、まあ、屋台で、私もランチは、まあ、屋台ではないんですけど、ちょっとした食堂で、食べるんですけど、そこで大体、まあ、あんまり量食べないのもあるんですけど、2人スタッフと私と2人で大体2500チャットぐらい、250円ぐらい、そんな感じですね。で、話戻して、米倉さんって日本人の方がやってるのが、もともとは日本のカレーを屋台で売りたいっていうことで始めたんですけど、サムライカレーっていうことで、ただまあ日本のカレーがこっちの人ってあんまり合わないみたいなので、最近はたこ焼きとか、なんだろう、たこ焼きとか餃子とか、あとは巻き寿司ですね。巻き寿司はこっちで一応ポピュラーなんで、巻き寿司とか、あとはなんだろう、ハンバーガーみたいなやつ、ライスバーガーみたいなやつとかもやってます。まあ今んとこ最近はそこそこ売り上げ上がってきたので、まあブレイクイーブンぐらいなってるらしいんですけど、5万チャットぐらいって言ったかな、まあ、4万チャットとか5万チャット、まあ、日本円で4000円とか5000円、1日の売り上げか、まあ、それぐらいいくと、まあ一応ブレイクイーブンみたいな感じで言ってました。で、さっき言ったうちのスタッフの張君、まあ、その彼女が始めたそのレストランはちょっとミニゴンっていうところの近くで、今日行ってきたんですけど、静かな通りですね。で、そんなにぎやかな通りではないんですけど、家賃がかかってないと。あ、ちなみに米倉さんのところは、場所によってですけど、大体家賃が、確か月で5000円、3000円とか4000円とか5000円とか、そんな感じですね。で、張君のところは家賃かかってないと、0円ということですね。で、彼がやってるのはコーリアンレストラン、韓国式で、トッポギとかですね、あとバーベキュー、まあ、バーベキューって言っても、まあ、結構しょぼいんですけど、あんまり美味しくない肉を量も少ない形で焼いてるんだけど、それを2000チャットで、まあ、屋台の単価としてはちょっと高いんですけど、なんか彼曰く、韓国レストランっていうのはあんまりなくて、韓国レストランで同じものを食べると、もうちょっと高いと、3500とか4000とかで、トッポギももうちょっと高いということで、
で、今、まだ1週間か10日ぐらいらしいんですけど、オープンして。最近は水祭りが終わってちょっと下がったらしいんですけど、最初割といきなり5万チャットとか、さっきの米倉さんっていうところは最近売り上げが倍増して5万チャットぐらいになったらしいんだけど、実際1ヶ月ぐらい前までは本当半分ぐらいの2万5000チャットとか、そういう感じで、まあ赤字だったらしいので、まあ長君のところはまあ1週間か10日ぐらいでいきなり今の米倉さんと同じぐらいの売り上げになっちゃったという感じみたいです。で、長君のところは5万チャット上げたら一応利益が出るというみたいですね。まあそんな感じで、まあ屋台ビジネスも、ちなみに長君の初期投資ですね、いろいろ三輪車にこう荷物詰める、なんていうんですか、その台車みたいなやつを作ったりとか、テントを買ったりとか、机とか椅子とか、あとはそうですね、なんか従業員のためにアパートを借りて、ちなみにこっちで飲食店やるんだったら、まあ、絶対従業員のためにアパート借りた方がいいということです。なぜなら、田舎、ヤンゴンじゃなくて田舎の子を採用して安く使うのが一番いいらしいんですね。米倉さんのところスタッフ1日、まあ、1日というか半日ぐらいだと思うんですけど、4000チャット、1日4000チャット払ってるんだけど、チョー君に言わせたらそれは高いらしいですね。4000チャットって、まあ、日本円で400円なんで、まあ、安いんですけど、で逆にアパートと寝る場所とあと食べ物を与えたら、まあ、ちょっといくらか分かんないですけども、もっと安く使えるようなことを言ってました。で、だからチョー君のところはアパートも借りて従業員も住まわして、で、あとその彼女のお兄さんがコックさんみたいで、で料理も作れてっていうことで、いろいろ人脈もあるっていうことで、まあ、いきなり10日ぐらいでも利益を出してる。で、今度2店舗目、3店舗目と増やしていくみたいです。あ、ごめんなさい、さっきの初期投資の話で、結局全部で3600ドルぐらいみたいな、36万円ぐらいかかったようなこと言ってましたね。まあそんな形で、もし皆さんも、まあ、私も、まあ、1店舗2店舗やってもいいかなっていうまあ何やってんだって話ですけど、まあ、それで、まあ、現金収入に多少、まあ、そんな金額じゃないんですけど、1店舗でおそらく結構売ったとして2000、まあ本当に1店舗で6万円とか多分7万円月にの利益だと思いますね。割と利益が出るようになって、うまくすれば10万円15万円月の利益で、まあ、1店舗あたりの利益は少ないんですけど、まあ、例えば5店舗とか10店舗とかやると結構いいのかなと。まあ、米倉さんが狙ってるのはその辺みたいですね。まあ、そういうわけで、皆さんも、屋台ビジネスですね。ちなみに米倉さんのとこまだそんな収益出てないんですけど、収益出始めたらフランチャイズ化したいみたいなので、確か3店舗パッケージで、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、50万とか100万とかそういうので、まあ、ミャンマーでの屋台オーナーになりませんかというようなコンセプトをやりたいみたいですね。まあ、そういうこともあるので、まあ、皆さんもポケットマネーで、ミャンマーの屋台のオーナーになりませんかということです。まあ、今日はレストランビジネスの話でした。以上です。